一緒に出られる方があれかもみたいな感じなので、ちょっと厳しいかも。そう、私は全然いいんだけどね。ピョンズで飲み会いいね。ありがとうございました。やってみちゃそのフェス。え、マジでもう緊張しすぎてもう尺が全然余って余りました全然余りました。めっちゃすいません。北里光栄さん、ヒーローさん、ハートありがとうございます。お疲れ。鼻は大丈夫？大丈夫じゃないけど、でもよくステージ上では持ったなと思ってよかったです。ハルピョン寿司のお店よかった。めちゃくちゃ美味しかった。え、そう。そうなんですよ。美味しいんだよ。手品の種なんてないですよ。はい。いや、お団子珍しいよね。メイクさんがしてくださいました。魔法、マジック、魔法です。はい。ちょっと髪取りますね。本当はこのまましてたいんですけど。もう頭がね、もうね、痛いよーって言ってるんで。はい。衣装可愛かったでしょ？明日も楽しみにしててね。タイマーでハルピョン見れて嬉しかった。可愛かった。マジック上手だった。ありがとう。嬉しい。今日の衣装夏っぽくてよかったね。めっちゃ後ろの背景と同化してたかもしれないけど、ちょっと、あれはマジック短かったですか？でもさ、あれが普通じゃない？30分もできないよそう、なんかおーとかもっと言ってくれるかなって思ったけど、みんな誰も言ってくれ、なんかおーみたいな感じだったから、そう、もっと言ってほしかったマネージャーさんには魔法の練習をしてた時には、マネージャーさんには「おお、めっちゃすごいですね」って言われたから、めっちゃみんな喜んでくれるかなって、すごいって言ってくれるかなって思ってやったら、みんな全然何も言ってくれなくて寂しかったです
だから短くなっちゃった。打ち上げですごいって盛り上がってた。いやそれをさ、打ち上げじゃなくて本番の時にもっと本当になんか完成ゼロみたいな、ハルピョン本当に人気みたいな感じだった。もっともっと言ってよ。ふんふん。でもいっぱい来て、ファンの方いっぱい来てますよって言ってくださって、本当にいっぱいいた、よかった。そう、みんなカメラ撮るの必死だったよね、絶対そうなんだろうなと思ってました。女子高生が AKB の中でハルピョンが一番可愛いって言ってた。本当？なんかすごいすごいなんか女子高生がいて、そう。すごい JK がいて、めっちゃステージの前に後ろでめっちゃ写真撮られてたんですけど、めっちゃ手振ったりレスしたらめっちゃ喜んでくれてて嬉しかった。落ちてデザイア、嬉しかったです。ぜひ皆さんハッシュタグ橋本春菜といろいろつけてください。客席が大半県外。いやもうピョンズみんな来た。ありがとう。また明日も待ってるみんな。明日はもっと反応してね。くしゃみ出そう。そう、もう鼻の調子が悪い、めっちゃ本当にここだけ元気じゃないの今。最悪。なんで富山の大事なイベントなのに本当にここだけ調子悪いの今。この鼻を誰かと交換したい、そんな気持ちです。なあ、明日はもっとピョンズ増える、嬉しい。本当にここ鼻が本当にしんどいんですよ。もう絶対昨日レッスン終わった後に汗かいたままエアコン直撃の場所で冷やしラーメン食べたからです。 100% それ 100% それのせい、本当に。だからよくマジで朝も昼も割とずっと鼻が出てて、そうムズムズだったんです、くしゃみがずっと出てて。そうだからよく今日のステージ上で出なかったな、くしゃみ、と思ってマジで褒めたい自分のこと。本当にそれだけが一番不安でした。
当に。そう、鼻噛んでた、噛んでるから。鼻赤いかも。噛めないんだけどね、鼻。私でも無理やり出してた、こうやってこうやって。なんか緊張もそうだし、もう鼻がもうしんどいのもそうで、もうとにかく早回しになっちゃいました。めっちゃもっと喋ろよってママに怒られた。いや、逆に何喋んの？だって誰も反応してくれ。はい、みんな反応してね、明日は。お願いね。あれかな、開けてる場所だから声が飛んでっちゃうのかな、どっかに。ほら、それこそ劇場ってさ、なんていうの、閉まってる場所だからさ、声が直接こう届いてくるけどさ、そう、開けてる場所だったから声が外に飛んでってた。知らない曲だった、うん、一人では喋らない、喋れないです。そう、明日ちょっとね、暑いみたい。みんなお水とか持ってきてね。今日のステージはどんだけ押してもよかったんですよ。もう1時間やってもよかったの、本当は。そう、でも早く終わった。むしろ早く終わっちゃった。何喋っていいか、何していいか分かんなくなっちゃって、なんか私ももっとみんなにさ、カメラせっかく持ってきてくれてたりとかしてたからさ、もっとみんなにさ、なんか写真で撮ってほしいなって思ってたけどさ、いや、何時間ではないです、1時間まで。そう、終わ、早く終わっちゃった。めっちゃ早く終わっちゃった。あ、知ってる、この曲。そう、ピョンズ反省会終わります。いや、もう全ピョンズに次ぐ。明日は反応してくれ。頼んだ、よろしく頼んだぞ。明日行くよ、待ってるよ。
ジオ、明日はテレビとラジオとステージがあって、そう、ただテレビは見れる、公開生放送みたいな感じで見れるんですけど、ラジオはちょっと見れないみたいで、そう、ステージは見れるんですけど、なのでラジオはぜひラジコさんで、1時ぐらいみたいな感じなので、ぜひラジコさんで聞いてください。よろしくお願いします。テレビはどこでやるんだろう。あ、待って、おやすを送りたい。強く吐かないもので、まあ、でも曲聴いたら分かる説あるんだよね。あ、そうだ、私ピュンムービーの総集編をね、作ってないの、まだやばい、作らなきゃ。なんか本当だ、右目めっちゃ腫れて見える、この写真。腫れてんのか、今何、あ、そうだ、明日のあれですよね。分かんないよ。特設ステージ、おー、 KMB サマーフェスティバル、テレビですよね。テレビはね、ステージなのかな、どこでやるんだろう、わかんないや。ステージ上でやるのかな、テレビね。どこでやるんだろう。そのステージ上ってテレビの時間って何してんだろう。空いてんのかな。11時45分から。あ、空いてるんじゃない。だからその時間にやるのかも。テレビはステージ上のところかな。私のあれを見ればいいのか。スタッフさんから来た資料。マネージャーさん。テレビは。
本社前。ってどこだ。ステージかな。本社前ステージだから多分ステージですね。はい。ただ明日は、明日のこのテレビのあれの時はちょっと申し訳ないんですけど、写真撮影 NG なので、そう、ちょっとステージ上でのイベントの時はちょっとまだわかんないんですけど、このテレビの時間帯はちょっと撮影 NG なので、すいません、撮らないでください。ハルピョン的にはいいんですけどね、全然。ステージ上、なんていうの、テレビパートのところはちょっと無理。ステージパートのところはちょっと確認中です、今マネージャーさんに聞いていただいてます。なのでちょっと分かんない、まだ撮っていい撮ってはダメっていうのはちょっと分かんないんですけど、はい、私はここのパートだけでいいんだよね、多分。とりあえずステージパートはちょっといつ分かるかは分かんないけど、今日もマネージャーさんが改めて確認してくださって、なんか弊社的には OK なんですけどみたいな感じで、あ、やば、野球が、そう、ただただ事務所的にも OK ですってなったので OK になりました。ぜひ皆さん本当ハッシュタグ橋本春奈のやってみっちゃをつけてあれしてください、ツイートいっぱいしてね。マジックどうでした？皆さんめっちゃ緊張した、本当にめっちゃ緊張してたよね、めっちゃ緊張しました、ドキドキでした。種も仕掛けも分かりませんでした、ないもん種も仕掛けもないです。魔法、紙袋が一番びっくりした、嬉しい。一人ですよ。魔法です、魔法使えちゃってます、ハルピョン。お、未来予想図2、どんな曲だっけ、
蜃気楼さんは今日は来られないです別の場所でマジックしてるから知らないけど あ、ブレーキランプ5回点滅、愛してるのサインみたいなやつ、それか。愛してるのサイン、きっと何年経っても。なんかもっとさ、みんなにさ、なんかこうやってレッスン送りたかった、うん、せっかく写真撮影 OK だったから、ごめん、緊張しすぎて本当に何もできなくて。あと私しかいないとさ、やっぱさ、私が喋らなくなったらさ、いやこれ何の時間みたいになるじゃないですか。だからそう、めっちゃどうにもできなかった、緊張でした。とりあえずもう眠いっていうか、マジで鼻が本当にしんどい、ここがしんどい、よくある。もう帰りの車に乗った瞬間、ステージからその帰りの車に乗った瞬間にもうくしゃみめっちゃ出まくりで大変でしたずっとくしゃみしてた私、大変だった。だからマジでよく本当ステージ上で出なかったなって、本当にすごい自分褒める。ルートに感動。なんかマネージャーさんも富山駅めっちゃ綺麗ですねって言ってくださいました。そうなんですよって言っていた。タッチタッチ、ここにタッチ。そう、富山いいでしょう。路面電車みんなびっくりしたんだ、普通の光景すぎてマジで普通の光景すぎて申し訳ない。うお、2点追加、富山じゃないやホークス。何も聞けなくなるの星
しくずらんでるです。目と愛する人を知らずに臆病なので落ちた涙を見ないふり、すれ違うえ、すごい、今みーさん盗塁したんや。誰か動画載せてお願い。綺麗になる前の富山駅行ったことある、すごかったでしょ。今日みんなで丸薬作りしてきたけど女子たちうますぎてすごかったね。私めっちゃ全然下手だったんだが、なぜ君も女子でしょ、うまかったってことだ。じゃあ今日のカープのピッチャーがめっちゃ盗塁してました。どういうこと、カープのピッチャーが盗塁してた、カープんピッチャーが盗塁、あ、盗塁阻止しようとして牽制してたってこと、え、どういうことむずい。カープの投手が投手が盗塁ってどういうこと、待って、カープは投手も打つんですか。セリーグは投手も打席、あ、DH がないってことはそういうことか、投手が出なきゃいけないってことか、そうなるのか、そういうことね。じゃあ交流戦はセリーグの本拠地の場合はホーク、あ、そうなの、交流戦全然見れなかったんですよね。そう、セリーグ主催だと、じゃあ急にパリーグの投手が打席に立つってことがあったんだ、やば、めっちゃ緊張じゃん。そんなバッティング練習なんて知らないよって感じですよね。そう、全然交流戦はマジでとりあえず結果だけ追ってましたね。そう、全然途中経過とか見れてなかった。日本シリーズセリーグ本拠地ならピッチャーも打つ、なんかさ、あれなんですよね、ごめん、最近ホークスが日本シリーズ行くとさ、全部さ、あのペーペードームで、それこそ私がめっちゃ野球に興味持ち始めた時って巨人と、そう、ペーペードームで4立てした時じゃなかったっけ、違いましたっけ、ペーペーじゃなかったっけ、ペーペーでしたよね、あれ多分。だから見てないんだよね。そう、
ペイじゃないっけ。4連勝でも少なくとも2試合はセ・リーグ主催ある。あ、じゃあすいませんすいません、じゃあちゃんと終えてなかったです、その時すいません。1回目の4立ては東京ドーム、2回目、え、多分2回目の4立てです、私が見たの。だから多分知らないすいません、なんか全然無知ですいません。あ、そう、それこそさ、いやマジ今日はやってみっちゃんの話しろよって感じだと思うんですけど、それこそさ、なんか工藤監督が今んとこ侍ジャパン濃厚みたいなあれですよね。すごっ、マジ工藤監督本当にホークス待ってるよ、うん、って感じです。そう、ツイッターで見たそのニュース。皆さんはザ・ミュージックデー見ました？3時からのやつ。私はなんか見ながら配信しようかなと思ったんですけど、なんかめっちゃ気まずいかなと思ってやめましたはいなんかみんな、そう、私のファンの人じゃない人はさ、なんか気まずいかなと思って、え、なんでみたいな、ハルピョンあれみたいななるかなと思って。そう、ハルピョンいたらどこにいたかな、そうなんですよね、私もそれは思いました、どこにいたんだろうって。なんかでも多分あれですよね、何でしたっけ、それ、そのどうしても君が好きなの衣装だけど、ほとんどでも多分なんか制服衣装みたいな感じで集められてて、私のあのそれこそチーム B の女子高生はやめられないとかの中盤曲の制服衣装も多分使っていただいてて、きっと私の衣装を成田小日向ちゃんが着てました。はい、着てると思って、そう、きっとそう、え、なんか見たことある、ナーミンとかが着てたのも見たことあった。でも多分チーム B の中でもみんなで入れ替えとかしてるんだと思います、はい、今日の私の衣装は M ステさんに出させていただいた時、 AKB が出させていただいた時のサステナブルだったかなの衣装だったはずです。そう、見てみてほしい、あの AKB の集合写真、 AKB のグル公式 Twitter に載ってると思うんですけど、成田小日向ちゃん探してみてください、右側にいると思うんですけど、私のいつもの女子高生はやめられない、好きと言えばよかった、そばかすのキスの3曲続けて聞いていただきありがとうございますって言ってる時の服を着てます、右側、ほんと結構右側、集合写真いました。でもくるちゃん、ぎょうちゃん、おりんちゃんがドーンってめっちゃドアップで出てきて、くるちゃんに LINE した、映ってたってそう
ハルピョンいたらどこだっただろうね。え、どう思う？全然映らなかったって言ってたかもしれないから、いやなんかもう怖いですよねどこにいるんだろうって考えたら、そうポジションとかも。身長かなり違うけど衣装合うんですか？だってあの衣装は基本的にショート丈の衣装なので、多分そうショート丈で作られてる衣装だから、ショート丈として、だから別に短ってならない、ショート丈なのでショートはショートって感じ。でもさ、55人出てたんでしょ？衣装55種類あるってやばくない？ AKB すご。どこにあんだろう、あの衣装普段本当にすごいなって思いました。で、17時台のは普通にメイクしながら見てた。それこそさ、KNB さんでメイクしてるじゃないですか。で、あのザ・ミュージックデーも KNB 日テレ系列だから、 KNB さんも日テレ系列だから、その入ってるんですよ至るところでそう、それでメイクしながら見てましたはい、いやもちろんなんて言うんだろう、今日あの場にいたかった気持ちはありますよ、そりゃ。でも私は、私にしか、橋本春奈のやってみっちゃのこの今日のステージ、サマフェスの前夜祭は私にしかできないし、橋本春奈が呼ばれてるから、 AKB が呼ばれてるわけじゃなくて橋本春奈が呼ばれてるから、そう嬉しい。そう、今日もいつものメイクさんでした。もう髪取っちゃったけど、いやもちろん欲を言えばどっちにも痛かったですねはい、欲を言えばどっちにも痛かったです、そりゃ。うん、そりゃそう。でも本当に地元でこうやって今日開催できた、イベントできたのはマジで嬉しかったし、明日もあるし、万歳。みんな来てくれたし、ありがとう。マジック成功したし、よかった。ありがとう。KNB しか勝たん、全部です。テレ東も勝ちますはい、テレ東も勝ちますよ。AKB で数少ないレギュラー持ってるハルピョン、すごい嬉しい。しかも冠ですよ、冠コーナー、橋本春奈のやってみっちゃ、すごない？え、なんかやっぱりなんか地元イベント楽しい、てか富山、いやそれこそ本当に柴田さんも伊藤さんも、伊藤ちゃんさんも久しぶりに会ったんですよね。そう、24時間テレビも呼ばれそう、呼ばれたい。あれ24時間テレビさ、いつも8月末ですよね。
違いましたっけ。8月26、27、空いてる空いてる空いてますよ。なんかどっちにも呼ばれたい。でもAKB としても普通に、なんて言うんですか、全国放送の24時間テレビにも呼ばれたいし、そう、KNB さんにも呼ばれたいし、どっちも呼んでほしい。去年、あ、去年あれだ、アットジャムがあったんだ、28日に。そうだ、それで出れなかったんだ。ね、去年アットジャムと レッスンがありました。うわ、すいません。どうしよう、また24時間テレビもかぶったらめっちゃおもろいっすよね。でもダブルブッキング橋本もうダブルブッキング橋本として呼んでほしいわ、むしろそう、ソフトバンク勝った、よかった。24時間テレビまた AKB いっぱいメンバー出演しますってなって、ハルピョン K の B さんに呼ばれてます。はい、ダブルブッキング橋本ですおもろい、それはそれでおもろい。本当にあったらおもろい。カズさんハートありがとうございます。タカホー、あ、これ知ってる、この曲あれだ、この間まで見てたドラマの橋本環奈さんのやつだ、聞いたことあると思った。違う橋本さんのドラマでした、すいませんこの間最終回まで全部一気見し終わったやつ。次はなんだ、みんなで歌って踊りたくなる曲だって。エメさん、エメさんあれ好きなんですよ、蝶々結び好き。エメさんでしたよね、違いましたっけ、蝶々結び。片っぽで丸を作ってしっかり持ってて好き、あの曲違ったっけ、違ったらごめん。
明日はさっきも言ったけどテレビなんだっけ、テレビラジオステージ、また時間、詳しい時間かわかんないけど、なんか時間は公式さんに載ってるやつの時間をまたツイートします。あ、で待って、そうだ、総集編作んなきゃいけないんだった、私もう何してんのよ。明日梅沢さんとプヨンムービー梅沢さんの明日のスケジュールわかんないんだよね。プヨンムービー、え、待って、無理、待って、いや、でも作んなきゃ、総集編何時間かかんだろう、でも今から作ったら、いや今日本当は明日の空き時間に作ろうかな、でも明日の空き時間、あ無理、もうやだ、ピョムービー総集編誰か作ってあしたは空き時間、だって TikTok に載せなきゃいけないもん、総集編。そうなの、からだ。先月のピョンムービー消してない。そう、消さないと容量がね、満杯になっちゃう。富山にいる感覚がないですカズさん、赤だるまありがとうございます。富山ですよ、皆さんが今いるのは。今わかんないけど、みんなかわかんないけど、え、気長に。でも明日も朝早いんです。そうだから私がね、気長じゃないのよ。9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、よし、明日はさ、そんなめっちゃ早いわけじゃないけど、くしゃみひど、もうほんと鼻でも時々来るんですよね、私の鼻取り替えたい時期。もうジャニーズさんしか出てこないこの時間。あ、柴正行きたい。富山のコンビニ入ります。一緒だよ。
寒くはないです、冷房もついてない。だから絶対昨日のレッスン終わった後の冷房が良くなかった。あと昨日も朝の時点でなんかめっちゃ乾燥してたんですよね。そうで、なんか喉の調子おかしいなと思ってたんですよ、昨日の時点で。もうすでに、でも別にそんなくしゃみとかはあんま出てなくて、まだ昨日のきっとそれで全部やられましたね、完全に。うん、絶対にそう。そう、レッスン場めっちゃ冷えてた。冷えたらレッスン、汗かいて冷えたレッスン場で冷やしラーメンを食べた私が悪い。本当にそう。最悪だ。気をつけます、またレッスンの時。そう、寒か、暑かったんですよね、その日が。昨日。だからなんか、もう冷たいものしか食べたくないみたいな気持ちだった。体冷やしたわ、自分で。自分で自分の体冷やしたわ。申し訳ない。もう明日はお願いだから。でもちゃんとご飯、食欲めっちゃあるんですよね。めっちゃはないけど普通ぐらい。ご飯も食べてお薬も飲んだので早く寝よう。でもピョンムービー総集編作んなきゃ。そう、それだけが辛い。辛いって言っちゃってるやん、もう。いつも分かんなくなる。どこにあるんだっけこれ。デジタル、デジタルか。で店全然回れなかったです。明日の衣装はなんとなんと今日と違うんですよ。そう、すごくない？嬉しい。全然一緒でも全然いいんですけど、今日と違うので何か楽しみにしてて。なんか私は今日、明日が本当はその衣装だったから、そう、明日衣装で今日本当は私服だったんですよ。まあやってみっちゃなんでね、普通に。いつも私服で全然いいんですけど、そう、ただなんかマジックするってなって、私服でマジックはもうちょっとわからんと思って。そうで、なんかマネージャーさんに、あの次の日が衣装だから
そう、そのマジックの日前日も衣装だったらダメですかねって、まあどっちにしろ持ってくる手間一緒やんと思って、そういいですかって聞いたら、だあ分かりました大丈夫ですよみたいな、確認しますって来て、大丈夫でしたって来たから、よかったと思ってたら、なんかマネージャーさんが衣装を、明日と明後日この衣装ですって送ってきてくださった写真が2枚あって、2個も着れるの、嬉しかったです。そう、明日の衣装も楽しみ、着るの楽しみ、ドキドキワクワク。なので皆さん楽しみにしててください。明日も可愛い衣装を着れます。でもやっぱ衣装の方がね AKB 感ありますからね、絶対。終わっちゃったミュージックで、私もビヨンムービー総集編作んなきゃいけないの、そうこれだけやりたい。衣装明日どんなんだと思う？みんな予想して予想して、予想して。あ、そう、7日公演出ます。はい、私はもうほんとほとんどの公演、チーム B 公演ほとんどいると思ってください。ダブルブッキングしなきゃ、基本いると思ってください。大穴で天国野郎のウサギやばすぎでしょ、あれでイベント来たら風船配らなきゃ風船配んなきゃいけなくなっちゃう。ギンガムチェック、ヒガナンのやつ、中電プリウス、なんでしょうか。泣いてない、泣いてはないの、違うの、鼻がダメなの、鼻が終わってるんです、ごめんなさいね、全然心配しないで、あ、泣いてないから。富山のマック発見、そりゃありますよ、富山にだってマックはある。明日着ぐるみに来たら熱中症、確かに無理なんだけど暑いらしいから、みんないっぱい飲み物飲んでね至る所で明日ピョンズアピールして頼んだハルピョンをこうやって KNB さんのイベントに呼んだら、こんなにファンの人来てくれて、こんなにご飯買ってくれるんだってはい、KNB の方に、で来年も呼ばれるようにしましょう。おお、上半期の劇場公演回数出演31回、すごっ、1ヶ月か、まるまる出たみたいな感じ。ただゴミ落とすとかは本当やめてください。はい、それだけはやめてね、最低な行為。今日アルコールで結構貢献しましたありがとう。ハルピョンをしてなかったら富山に来ることなんてなかった
31回は劇場の女神じゃないですよ全然。多分もっと出てる、セナタンとか僕隊とかめっちゃ出てるから、そうセナタンとかもっとだと思います。全然私なんてまだまだのまだのすけ。明日晴れ、あ違った、でも晴れだよね。待って、ここ今 CM でやってるとこ、私この間 BBT さんのロケで行ったとこだ、三柳亭。え、そうだよね、今多分富山で KNB さん見てる人にしか伝わってない。うん、地方の CM っていうか地方の天気予報。そう、あれおかしい、ゆいゆいの生誕祭が23日のはず、間違えてる、20、これが21、この日が22、もう明日でもいいかな、もう無理だ私、もう明日も早いし、もう鼻がむずむずすぎて早く寝たい。あと多分みんなもいや早く寝てって思ってそう、明日のために早く寝てって思ってそう、明日イベントもあるし明後日も公演あるし、もう早く寝てって思われてそう今。いいよピョンムービーの総集編なんて明日じゃなくてもって、今日じゃなくてもいいよって思ってくれてそう。そうだよね、絶対そう思ってる。ちょっと日付だけ入れさせて、区切りいいとこまで、うん、あとはお風呂入ってドライヤー中とかに片手間にやるわ。多分今日は上がりません、ごめんなさい。富山の人あったけって思いました。え、そうでしょ、そうですよ、なんかほのぼのって感じ。あれ27日飛ばした。無理しないで、ありがとうみんな優しい、マジカルバナちゃんハートありがとうございます、ありがとう。ちょっとテロップだけ入れて終わりたい。そう、こんばんは、こんばんは、優しくされて思いました、よかった、その優しさを明日はどこかに
どこかで明日返していただけるとね、みんな喜びますので。今月いっぱいメンバーいるっけ。うわー、テロップだけ入れて終わりたいな。無理かな。やめとこ、ちょっと下書き保存しとこう。これでよし。ということで、昼に末広県食べてきたよ。トロトロワンタン美味しかった。昆布おにぎりも最高でした。明日も行くかも。明日もラーメンいいね。明日でもぜひ KNB さんの屋台でもご飯食べてね。橋本春のアピールしながらご飯買ってください。はい、よろしくお願いします。今年の売り上げすごかったですねってなったら、絶対ハル、絶対か分かんないけど、ハルピョン効果だと思ってもらいましょう。ハルピョン最高って言ってやば、ウケる。バージョン R さんハートありがとうございます。もう眠たい、お風呂入んなきゃ。コムコムケムクジャラ、おいで、久しぶりみんな、お久しぶり。そりゃそうだよ、黒だもん。ノースフェイス、みんな久しぶり。あ、いててててそうだよね。でもちょっと嫌かも、私この服だから。ごめん、鼻の膝に乗ってくれる。そうなの。ちょっとだけ携帯の紐。縛られた。あ、あなた、あ、あぁ、タオだから、けど今感冒期なんですよ。毛だらけ小麦。え、早っ、君自社全然ないんだね。こんばんは。よ、あ、かわいい。はい、かわいい。こんばんは。こんばんは。ちょっと口元消えてたらけ。はい、かわいい。これかわいい、やっぱり。ちょっとこう、ちょっと目が見えた方がかわいいかも。あ、かわいい。よ、よ、ピョンズのみんなよ。ハートだね、花。うん、かわいい。よ、よ、かわいいじゃん。かわいいじゃんって言われとるよ。よ、バンザーイ。ホームされるまま。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。
推し変されるらしい。ウサギは泣きません、プーっては言うけど。バンザーイ。豆泣けるな結構。何？え、うん、なんか音すると思っただけ。テレビ高穂わーい。プーとブーは言うけど、豆だね、うん、賑やかなのは豆です。何がないんだっけ。声帯がない、うん、声帯がないんです。これがピータローのモデル。違うね、僕じゃないね、ピータローのモデル。ぬいぐるみかと思った。かわいいでしょ。スワホーとも言う。なんでホーなん。なんでホーなんて富山弁で聞いたかわかんない。なんでホーなん。なんでホーなんけ。なんでホーなが、ほう、あ、ほう、あ、ほう、大根のほうなの、ほう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 、そのさ、足まで見えてこの角度最高だよ。はい、お腹真っ白。すごいピーン。本当に最高だよ。え、おまけにあなたもすごい格好だ。ピーン。すごい同じ格好だよ。いや同じ格好ではない。あんなこんなやばくない。鼻かゆい。よ。今度どうした音らしいで。安定してるんじゃない。いいよ。熱いんかも。熱いけ。え、全然熱くないよこの部屋。いや、ウサギからしたら熱いよ。いやいやいや、絶対。おお、熱くないって。顔の大きさを一緒。あれ、一緒だって今回。いやいやいや。そんなことはないし。一緒だって。遠近法じゃない。かわいい。ほんとかわいい。もう諦めてる。諦めとんが、うん、もうね、ママに抱っこされた時点で川端さんにはもうかなわねえと思って。お、びっくりしちゃった。うわ、いやだって。よ、かわいい。その体勢つらいなじゃない。マメちゃんかわいいだって。僕小麦。僕小麦。かわいいね。今いくつ。3つぐらい。2歳。え、2歳じゃないじゃん。え、今年3でしょ。8月でだっけ。うわすごい。誰か教えて。決心幕じゃないよね。え、違う、うん、月子木じゃないよね。月子類でしょ。うん、ね、なんだったっけ、歯がね、月子木って前は前、このウサギって前と後ろ側の歯が出るから、うん、あ、何やっけな、十四末尺取りだ。大丈夫っすか。どっちがどっちか覚えられないって。小麦色の肌をしてるのが小麦くん。豆大福みたいなのが豆ちゃん。そう、なんで勝手に小麦って。まあいいけど。小麦ってつけたの。なんだよ。違うよ、歯のプーちゃんはいいって言っとったよずっと。プーちゃんって顔じゃないじゃん。プーちゃんだよね。プーちゃん、プーちゃん。全然言わない。かわいい。自分で自分で。なんか足の裏になんかついとる。いけ、抜いてあげる。また抜いたら暴れちゃうよ。ピッ、あ、すごい、すごい。金魚の糞みたいにくっついてた。お、はい、はい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 、はい、手と、あ、すごい、抜きたい、その毛いっぱい。ボサボサやん。ボサボサ。抜け抜け。はい。
はい、どうぞ。はい、ママの顔。バイバイだって。でもバイバイ行く？あのお風呂入る。毛づくろいしとる。ついてくる？うん、暑そうだから。え、そか、こっちの部屋暑くないって。じゃあ、泣き物なら一緒にしたいく？うん。かまんね、君ね。まあ、嫌がったんで、ちょっと。毛作ろうとられるわ。かまん。いた。ママの抜き方、引っ張ったらもう、いや、そうだよ、すごい。もう嫌なの。鼻のとこ来た。ちゃんとこ、ちょっと、はい。コムくんの毛、ここ来る。コムくんの毛、皆さんにプレゼント。ということで、ランキング読みます。わしゃわしゃランキング読むよ。あ、ちょっとその縦だけは読めて。いきます。うんぴょ落ちた。うんぴょ、ねえ、やめて。タピオカって言って。1位、カプライドレバーさん、ありがとうございます。みずみん配信してる。本当だ。タピちゃんもいる。タピちゃん。2位、くじのだいごさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、エンドレッドアットピョンドさん、ありがとうございます。4位、ネバーストップアット富山目指して深夜の高速爆走プーンアップ。気をつけてね。気をつけてね。途中で寝て時間間に合いませんでした。やめてください。5位、お逃げてきた、また。5位、直吉さん、ありがとうございます。6位、すみちゃんと花に仲良くしてるの。仲良きだもんね、ハーピオンたちね。俺マジックで袋の中から俺を取り出してほしかった。やば。無理なんだが、しかし、すごい、ここは台湾から引っ張り出してこんな。7位、ともゆきさん、ありがとうございます。8位、マックミックさん、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。マジカのバナナとママピョンロスから解放。小麦、いつでもどうぞ。小麦じゃないって。見てたよ。見てたよ、怖。みんな見てたよ。怖。ありがとう。怖。ありがとう山。めっちゃ怖。みんな見てたよはちょっと恐怖すぎる。え、ごめんなさい。見られてたよ。見られてました皆さん。11位カズさん、ありがとうございます。12位カートピョンズ、あ、間違えた、カートハルピョンシーさん、ありがとうございます。13位カズさん、ありがとうございます。視線感じてました。すごみんな、すごえ、ビクともせん、ハンナのくしゃみ。嘘でしょ。じゃあ今日は何番が好きですか。ママ、はい、8。いや、もう8位読んだ。8。じゃあラッキーナンバー88位らしいです。そうそうさん、ありがとうございます。ということで皆さん、ありがとうございました。あとね、あとね。ダメ、分かった。いいよ、ダメって言われて。あと一人ね。あと一人、鼻むずむず。じゃあママのお誕生日の18位。18位、クロロルシルフルさんです。ありがとうございます。ということで皆さん、ありがとうございました。また明日富山で会いましょう。富山で会いましょう。 KNB で会いましょう。 KNB 本社前の2軒。仲良しでしょ、はーちゃん。なんか仲良ししとる、ね、ずっと鼻の斜め後ろにおる、ね、おけけ食べてるよ。おけけ食べない。口の周りにいっぱいおけけついてる。マフマフついてるって。あ、逃げてた。ということで、ありがとうございました。明日は皆さん、たくさん反応してください。頑張って喋ってよ。ほら、おこんが、こうやって。おこんが、おこんがって。だってさ、こうやって怒るんです。ママ一生懸命喋りたかった。ステージ出てこればよかったのに、逆に。え、いや、出たらみんなママに夢中になっちゃうと思ってさ。確かに。伊藤ちゃんびっくりする。誰？誰や、このおばちゃん。誰？あ、お姉ちゃんだった。なんか、ありがとうございました。また明日ぜひ、いっちゃん KNB、 いっちゃん KNB じゃない、 KNB 本社前でよろしくお願いします。会いましょう。全力で、あ、会いましょう。全力で楽しんでってください。とりあえず、はい、私も楽しみたいけど。
なんか楽しめなさそうなんで。え、違う違う、普通にいろ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 回りたいけど、私はみんな一緒にやるよ、やろうよ。え、ほんとみんなとやる。そう、足で K&B ツアーしたい。 K&B ツアーってやれば、なんだっけ、マジで。ありがとうございました。あ、わ、また行ったよ。こんかった。おやすみは。タピ、タピ、おやすみ、タピ。すごい投げたけ。ということで、皆さんありがとうございました。じゃあ、おやすみ。あ、はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはゴム。ハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、7066人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃ。富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。ありがとうございました。おおお、びっくり、ハルピョンもびっくりしたよ。はい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 、ありがとう。あ、いっぱい毛抜けてありがとうございました。それではまた明日。明日ね、また。すごい、バイ決まってる。バイバイ、ありがとう。おやすみなさい。おやすみなさい。暑いらしいんで、いっぱい飲み物飲んでください。バイバイ、おやすみ。明日も写真撮れるといいね。あ、いっちょ、毛食べとるでしょ。あ、でもハンナも食べとる。はい、ごめんごめん、コモくん。はい、撮ったよ、コモくん。ありがとうございました。バイバーイ。